ペロシの訪台ってところからいきますか、はい。ナンシー・ペロシ下院議長、皆さんこれご存知ですかね。もうクリントン政権ぐらいからもうすでに何度も政権というか、政界出入りしてる、はい、かなりのベテランの方で、なんと現在82歳ですよ。すごいっすよね、実は。はい。で、女性として初めて下院議長になったということでは、うんうん、相当な実力者だし、はい、人権問題に関してはもう相当昔から、はい、かなり、積極的に発言するし行動もしてるということでですね、はい、民主党の、人権派の中でも、うん、彼女すごく積極的に行く人で、天安門事件の後にもわざわざ行って、はい、民主化をみたいな、この旗を一緒に他の議員、はい、3人で行ったんですけど、その時にこう旗も出してということですから、相当彼女自身においてやっぱ台湾を守るっていうところ、これは人権と民主主義だっていうところはかなり前面に押し出してる部分であると。しかもその議会の中で一応立て付け的には下院の方が上っていうことにはなってますんで、一応彼女ナンバー3なんですね、一応、はいはいはい、アメリカの中でナンバー3の位置にいるということですよね、はい。でそういう彼女が行くということなので、非常に大きな政治メッセージになるということ、はい。でなおかつ95年から6年にかけての台湾海峡危機がありましたよね、はい。あの時よりも、うん、その後にニュート・ギングリッチが、はい、その当時の下院議長が行きましたけど、はい、あの時と比べてだいぶ中国側が絶対にこれアメリカに負けないということで軍備をかなり、はい、しかも海軍力を上げてきてるので、当時からしてみたら、はい、中国が3倍以上国力を上げてるっていう感じじゃないですか、はい、軍事力とか含めて、はい、もうあの時は、あの時ね株価がね毎日のように下がってたんですよ、はい。台湾海峡を向けて中国がミサイルバンバン撃つから、もうこれ戦争になって台湾が取られて、で日本にも悪い影響が来るってことで株価がどんどん下がってたんですよ。それでクリントンだしダメだろうと言われてたんです。ところがクリントンもさすがにみんなから言われて空母を出したわけですよ。そう、2個を出しましたね。空母を出した途端に株価が上がりだして、もう日本守る気、アメリカやっぱ日本守るんだなっていうことがあの時も出たんですよね。日本を守るという文脈でその日本の中では捉えられてたっていうことですね。なるほど、分かりますね、はいはいはい。要するに日本ってあんなことがあったにもかかわらず、はい、安倍晋三が出てくるまで、はい、中国に対抗して国を守るっていう政治家がずっと出てこなかったっていうのをね、目立つ人はあんまりいなかったかな。何の戦略も持ってない。確かに。で今回は特に中国側がかなりメッセージを発してましたし、はい、習近平と電話会談もしてるじゃないですか、でその前後からもうすでに、かなり中国側がもうメディ下 の民衆 SNS とかでもすごい盛り上がってて、はい、習近平何言ったかというとバイデンに対してこの火遊びやめろという、言い方までしてたということですよね。ちょっと生意気な感じでね、ちょっと生意気って言っちゃうんですか。画像をちょっと出してください、僕が昔書いた習近平なんですけど、いかがでしょうか、はい。これですね、完全にやばい人ですね、これ、はい。これ別に悪意があるわけじゃないですけど、僕は普通に書いたらこうなったってだけの話ですよ。だからもう今書かせていただいたら、はい、僕もう少しが画質上がってると思います。あ、そうですか。これ多分3年前か4年ぐらい前で。あ、そうですか。なるほど。全然違うと思います。はい。はい、はい。もう何だったらもう来週持ってきます、書いて、わかりました。はい。ということです、とりあえずこの火遊びやめろと。で、もう とにかく向こうのですね、記事および新聞社などの解釈も含めてなんですけど、ペロシが訪台すると、台湾に行くっていうことがいいのか悪いのかっていうことで、結構激論ではないんですけど、パックリ意見が分かれたというのが、今回の大きな特徴ではあります、はい。賛成派が実は少なかったですね。ここでは多いことになってますけど、これは、すみません、はい、出していただければ、はい。バイアスがかかってるんで、そうです、はい、すみません、これは僕のバイアス入ってますよ、すいません。バイアス入ってるから、はいはいはい、賛成派の記事ばっかり引っ張ってる。いや、違う、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないんですけど、はい、賛成派というか、はい、例えばルトワックなんかはツイッターで、はい、あんなの全部ブラフだと。19世紀の男たちですよ、この賛成派の人は。いやいやいや、ちょっと待って、はい、ニュート・ギングリッチ、そうか、19世紀の男か、この人は。19世紀の、はい。ヘンリー・オルセンという人、これは向こうのアメリカのシンクタンクの、どちらかというと、その人権とかを推してるところのシンクタンクの人なんで、こういうしかないよねっていうパターンですよね。はい、で、ナショナル・レビュー、こちらもほら、はい、共和党の保守本流の方なので、はい、どちらかというと、やや高派的な意見をやっぱ出さなきゃいけないので、はい、どうしても行けよと。
という形になります、うんはい、ところがですよ、うん、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズ、AP 通信、それと、そのやはり東アジアにの地域専門家ですか、うんはい、あのアメリカにも結構いらっしゃいますけど、そういう方々はことごとくですね、うん、行っちゃダメだと、まあ、日経新聞なんかも、はい、あの戦略なき外交だみたいな感じで書いてましたね、不安定にさせるっていうことなんですけど、反対でしたね、はい、僕はあの賛成ではないんですけど、うん、もう今 これからやっぱはっきりさせること、うん、つまり台湾をがっちり守るよっていうところは、うん、どっかの時点でアメリカはやっぱ言わなきゃいけなかったと。で一応ですね、はい、あの法体に賛成するか反対かの論拠っていうのがまあちょっとこれありますので、はいはい、まあ、いくつか僕ちょっとピックアップしてみたところ、はい、こういうのがありました、うん、バランスは台湾に傾いてるというメッセージを送るだけでいいっていう人、うん、まあ、賛成意見としてまあいくつかあるんですけど、はい、これ賛成はさすがに軍事衝突は避けたいだろうから、うん、まあ、一応軍は出すかもしれないけど、うん、まあ、どうせ大したことないよねっていうパターン、衝突するまで大騒ぎはしないと、はいはいはい、さすがに、いや大騒ぎはするんだけど、うん、基本的に口だけだろうっていう、なるほど、ね、でこれルトワークはまさにこの単なるブラフだと、ブラフだと、はい、これですよね、うん、あと、まあ、僕はこれだと思います。やっぱ台湾支持の立場を明確にするためっていうところが、うん、やっぱりこれは一つのメッセージとして僕らはいいんじゃないかなと、うん、これはブラフだったと、火遊びやめろというっていうことじゃないですか、はい、結局中国はやっぱそういう口だけはわーって言うけど、はい、過激なことは言うけど自己伴わないっていうのは結構多いんで、うん、ということですね、はい、で、まあ、他にも、まあ、イデオロギー的に よく例えばヘンリー・オルセンなどの、まあ、意見ですわ、うん、だと、台湾の民主主義と経済を守るためと、うん、結構明確にここは言ってるところ で、まあ、これは、まあ、そういうことだろうなと思います。で反対理由の方なんですけど、うん、これはですね、まあ、これも順当といえばそうだし、まあ、アメリカ的にこれ受け入れられるかどうかは別として、まあ、ロジカ通ってるなって思うのがいくつかありますね、はい、まず一つ目が習近平に恥をかかせることになるからやめろっていう人たち、それと中国国内がもうやっぱ今ナショナリズムがすごいから、うん、押さえつけられないんじゃないか、ちょっと暴発しちゃうんじゃないかっていう緊張状態にあるからっていうことを言う人たち、うん、ほらもう今政治の季節じゃないですか、はい、で習近平が初の参戦に向けて、はい、今国内の引き締めに入ってるんで、うん、今ここで民衆側が勝手にガーッと盛り上がるとちょっとそれは習近平にとっての、まあ、恥になる、今無風にしたいんだよね、無風にしたい時に、はい、うん、わざわざ行って挑発するなんで来てんだよということですね、挑発するなってことですね、うん、でもう一つやっぱあるのがですね、これ今回の台湾海峡危機が、まあ、そのまあ、フラッシュポイントというか、まあ、一つのこれがきっかけになっちゃうという、うん、はい、まあ、口火になっちゃうっていうんじゃないかっていう話、はい、うん、それとですね、中国の軍事力はやっぱ侮れないから行くなって結構書いてる人もいるんですよ。なるほど、今回だけはちょっともうまずいんじゃないって言ってる人ですね、うん、はい、で、まあ、多いのが、まあ、これ軍事関係者多いんですけど、うん、勘違いの事故が起こりやすいから、うん、そうですね、まあ、納得できますよね、アクシデント的なね、はい、うん、でまあ、他にもやっぱりそのもう無駄に波風立てるから良くないっていう人たちも結構、うん、指揮者の中にはいます、はい、はい、ということで、ですね、あと、まあ、僕がこれ、常にこういう時に専門家の方々、やっぱり地域詳しい方々が、はい、やっぱこれ危ないからって言うじゃないですか、うん、はい、ただ実質これね、なんか同じようなことを僕もやっぱり歴史の話見てるとよくあったなと思うのが、うん、はい、封じ込め、はい、やっぱありましたよね、うん、あれやっぱソ連も封じ込めなきゃいけないってジョージ・ケナンが言って、はい、みんながわーそんな危険なこと言ったらやばいってことなんですけど、はい、実際歴史でアメリカ何言ったかというと、うん、専門家の方々これ危ないからやめろとか、うん、政権側は例えばですね、これポール・ニッツェって人がですね、 NSC68 ってやつを、はい、1950年かな、うん、出すんですよ、その封じ込めをもっとさらに強化しよう、うん、軍事的にバリバリやろうっていうことを出すと、はい、うん、本当の地域専門家の方々、やっぱソ連とかに見てる人たちは、いやこんなことやったらやばいです、やばいですってみんな言うんですけど、うん、結果的になんかそっちの方が良かったっていうパターンも出てきちゃう。なるほど。だから詳しい専門家の方々は本当にやめてくれっていうパターン多いんですけど、うん、はい、結局なんかうまくいっちゃうのって感情でこう、わーっとやっちゃった方が、うん、大雑把にやったものがなんか結果的にうまくいってしまうパターンもあるので、最後はやっぱ度胸がある方が勝つっていう、そうそう、なんかそのノリもありますよね。度胸の部分っていうのがあるので、うん、戦いって結局その計算してやったらこれやばいことになるかもじゃなくて、うん、こっちがやったらぜ、はい、ダーンってなった時に、うん、その
気合でなんか相手を打ち負かすじゃないんですけど、はい、うん、そういう部分ってあるわけじゃないですか、うん、なんか非常に雑な議論でやった方が実はな結果的にうまくいったみたいなことがあって、そういう形になると、うん、要するにそのやばいタカ派の、政策が結局ソ連を崩壊することにつながったっていう、うん、はい、結果的になんか専門家の方が間違ってたっていうパターンもあるので、ね、これちょっとで、ね、どう転がるか分かんないなっていうのは僕正直なところなんですよ、まあ、ツーアウト二塁で、はい、うん、外野に球が飛んだらもうホームまで走っていくということですね。いや、どういうことですか。いやいやいや、もうアウトかセーフかともかくツーアウトだから、はいはい、次のバッターがまたヒットを打つか可能性は低いわけだから、うん、そのバッターの時に、うん、もう ツーアウトランナー二塁って、まあ、とりあえずホーム狙うんですよ。ああ、なるほど、はいはいはい、そうそうそう、ワンヒットでね。まあ、そうですね、はい、それはその外野が投げて暴投するかもしれないとか、はいはいはい、いろんなアクシデントがあるかもしれないっていうのが、はいはい、まあ、セオリーではあるわけですよ。はい、セオリーそうそう、そういうことです、はい、だから度胸出した方があ、まあまあまあ、そうちゃんとね、なんかその例えはちょっとどうなのかな分かんないけど、なんかうんとは言いづらいですよ。ちょっと俺もよく分かってないんですけど、要するにそういうことです。はい、まあ、セオリーとかそういうもので見て細かく分析していくと、はい、これ可能性ないよねっていうものとかが、はい、意外とはったり、いやもういいからやっちまえっていう形でやったのが、うん、結果的に良かったっていうのも、うん、パターンあるので、そうそうそう、歴史の中には、うん、その辺がだからこれ確かに不安定なるけども、はい、あそこは結構一つ鍵になるのかな。